速やっていきましょう。はい、ね、まずは足を上げます。足を上げてください。足を上げてます。反対側の足を、はい、しっかり上げてまっすぐ平行になってからケトルベルを持った手を上げます。で、下体一本でバランスをとってそこからクロールします。ぐっと前方に伸びていくようにして、ぐっと伸びていく。ただ回すだけではなくしっかりと伸びていきましょう。そしてこの時に前に腸腸がいると思って、その腸を捕まえようとして、でもギリギリ捕まらないという感覚になるんです。それと腕というのはここからになる。もうここから